毎日 YouTube 生活香川のグルメのお時間です。ということでヤクタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計610店舗目のお店となります。そして今日はさぬきうどんではなく香川のとんかつ屋さんの紹介をさせていただこうと思います。ということで今日向かっているのは香川県高松市にある勝福高松春日店さんの方へ向かっていっております。それでは勝福高松春日店さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.29 点、そして Google の点数が 3.4 点となっています。営業時間は11時から22時までで、ラストオーダーが21時半、定休日は毎週月曜日です。最寄り駅は片本駅で 1.4 キロ程度離れた位置、駐車場は約8台分あります。おすすめは厚切りロース定食です。勝福さんは愛媛県に本店があって2店舗、香川県ではこちら高松春日店さんの1店舗となっています。毎週水曜日がめちゃくちゃお得な日になっているので、もう特に行くならおすすめです。 GTOL っていうアプリで初回無料プレゼントもあるので使おうと思います。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こちら券売機で食券を買うスタイルで、今回使う GTOL っていうアプリ起動したらスタンプも自動で貯まります。こんにちは。券売機は普通のタイプだとタッチパネル方式の2台並んでるので、空いてる方で注文してください。テイクアウトもできるんですけど、それはこのタッチパネルの券売機でやるようになります。この日は水曜日で、いつもよりお得なのが3つ商品あります。どれも100円以上安くなってます。カツ丼に極厚カツ丼、そして厚切りロース定食、この3つが安くなってます。今回は厚切りロース定食を注文しようと思います。発券したら自動で注文が入るので、お冷やかお茶を汲んで番号が呼ばれるまで席で待ちましょう。で、今回 GTOL っていうアプリで初回無料特典の唐揚げ1個サービスをもらおうと思ってるので、それもお願いしに行きます。あ、すいません、これ GTOL のクーポン使ってもいいですか？これお願いします。はい、お願いします。店内はこんな感じになってます。券売機があって、あとは席で待つスタイルなんですけど、カウンターが多く用意されているお店です。とんかつですがリーズナブルに食べれて、一人でも来やすいお店です。駐車場はこんな感じになっていて、お店の正面そして側面に停める場所があります。はい、できたら食券にある番号で呼ばれて、モニターにも表示があります。それでは取りに行きましょう。はい、お願いします。いただきます。
それではソースを作りましょう。すり鉢があるのでごまを入れてすりつぶしていくんですけど、僕あんまり作り慣れてないもんでソースを先に入れてしまいました。まあ、結果すりつぶせたら OK ということで、まあご愛嬌ということでお願いします。それではいただきます。定食ということで内容かなり豪華になってます。厚切りのロースカツにキャベツが添えられていて、ご飯に漬物に、あと味噌汁じゃなくてあれ豚汁なんですよね。そしてジートルで無料になった唐揚げが1個ついてます。水曜日のお得な日っていうのもあって、もうこれだけあって700円っていうのはやっぱこれは安いなって思います。それではソースをかけてこの真ん中のいいところからいただきます。商品名通り肉厚のロースカツです。これ 160g あります。脂身も適度に柔らかい肉質のとんかつでした。三元豚っていう種類の豚を使ってるみたいで、このソースの甘じょっぱさにごまの風味もあります。ソースは完熟果実とあと野菜と9種類のスパイスで作ってるっていう、濃厚なこうトロッとしたようなフルーティーな甘さのあるソースでした。衣はどちらかというとしっとりした感じだなって思います。どうやら米ぬか 100% の米油で揚げているということで、体に優しくてあと胃がもたれないような油でやっているということでした。からしにレモンもついているので自分の好みでつけて味変しつつ食べれるっていうのが嬉しいです。最初味噌汁かと思ってたんですけど、これ豚汁でした。予想外にいい方向になったのでちょっとテンション上がってます。この豚汁がもうすごい美味しかったです。いりこにカツオに椎茸で取った出汁ということで、こう濃すぎない素朴でまろやかな甘い香りのある豚汁です。具材もたくさん入ってて、まあ、豚肉はもちろん大根に人参にごぼう、そして椎茸にこんにゃくと具沢山の豚汁、とても美味しかったです。キャベツもてんこ盛りに盛られてます。口の油感をリセットしてまた美味しく食べれるのがいいですよね。ドレッシングでいただきました。それではジートルで無料になった唐揚げを、専用のタレがあるのでこれをかけていただきます。唐揚げにかけたのは油淋鶏のタレということで、こう甘酸っぱくて唐揚げ自体にはニンニクとか生姜でパンチの効いたすごくジューシーな唐揚げです。今日の動画を見てとんかつ食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録、とんかつ好きや香川県出身の方にこちらの動画をおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。実はとんかつ端っこの脂身がちょっと多めなところが好きなので、なんか両端っこあるのがすごい嬉しかったです。勝福さんは次回から使える割引券もお盆に乗せて一緒にもらえるので、次からもお得にいただけます。そして今回唐揚げ無料でもらったジートルのスタンプ、これも1個貯まるごとに毎回割引があるので、割引の併用はできないんですけど、チケット忘れた時とかこういうのを使って食べに来るっていうのありだと思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。